い、でしょってことなんだけど、って話なんだけど、どうなのってこと。プリン先生に聞いてみたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、ちょっとびっくりするんですけど、はい、愛がいっぱいある。なんもらしくねあ、ポンちゃんがあるよあるよ、パパ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 パ全身幅寄せ充熱し、プシプシプシは外国人だから、そう、その上で出会い、今で言えばどんな方法があるかって言ったら、どこの金婚さんですか。ちょっとあの傾けちゃったあら今日の動画がいいで、え、いいね、はい、大変大変、クシャ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 お届けしたいと思います。来ていただきました、イエーイ。では自己紹介でお願いします。でも匂いでも分かることは、分かるよ、分かるよね、分かる分かる、それもう匂いでわかアロエネーノンでしょ、ネーノン、はい、はいはいはいこれね、分かるから、これで分かる人は2ですよってる全然無理ですけど。ヌンソンサンシーハー、やっぱりタイプ、やっぱりタイプ、うっ、ダメ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 、うちの方はやってないから、カモードマイネソーイホームオブワンモーション、ダメダメダメ、プネーラスティカー、綺麗なお姉さんっていう風に呼ぶと、え、私みたいな感じだったりするんだけど食べられるんですか。いやもう自分で作って食べられるお金でアートみたいな形ですよね。綺麗、ちょっと残念なことですねもうあそこしかないよね。あと富士スーパー、富士スーパーはデパートじゃねえだろあーちょっと嬉しいですけど、なのでじゃあちょっと、あーなるほどねもう一回、バイバイわーナッキンチンレー、はい、これ金目鯛、たまい、え、金目鯛、犬、猫、羊、豚、馬、鶏、牛、カエル、ネズミ、アヒル、カラス、フクロウ、ヒヨコ、ハチ、เอาละต่อไปเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมคลังสินค้าเนื้อแปรรูปห้องเย็นที่เก็บเนื้อเซนไดเก็บไว้เป็นตัวๆแบบนี้เลยทั้งบุญจังและทากะซังก็เพิ่งเคยเห็นแบบนี้ครั้งแรกถือเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากเลยทีเดียวตกそれは一番ひどいですけど、グループの中の友達二人いる、ナムちゃんは、デスモス、デスモス、デスモス、来ました。お化け、お化け。なるほど。あー、なるまい。来て。でっていう話になるから、多分七八分ぐらいのところなんだよね。あの、日本の中にタイがある。あ、あともちろん忘れた。お坊さんがね、自分でついてるのを一般で言ったら一回つかせてもらったりとかっていうのは子供の頃に経験はありますよ。サリーピーマイハー、あ、これ見るとプエンキー、まあ、こんな盛り上がる感じする、ジャパンをご覧になった、見ましたよっていう方に、日本の中にタイがある、はい、わかりましたよ。その時分3歳だったからね、ニュース見ましたよ。嘘つけ、覚えてるわけないでしょあら日本米の方が少ないのよ。そうな
のじゃあ会話お楽しみにですよ、ほんとに何取るの高さん知ってるんですか100人だ、100人少ないみたいなねその、まあ、買ったら100人したらそう永住なんです、永住永住権あげちゃえばいいじゃんその市場のですね、ど真ん中に線路が引かれてるんですよそうや有名へあらや渋滞一番渋滞一番知らなくていいですよぜひね、ぷんちゃんに今日は、ね、言ってもらいたいと思います、見ていいかなこれ、なんだろう、なんの風味だろうこれ大丈夫、ここでいい、ここでいいいや、本当にこれ、あ、なるほどこれ美味しいわ美味しいわこれ美味しいわうまいミッドライエビブブ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 とかってすごいバイブが鳴ってで見てみると怒ってるスタンプがバン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 みたいなことがあれやばい、はい、1日だと多分もうってなるなるんだなんで来ねえんだよなんで時間もないとか言われたらもう厳しい対人女性はバンコク77とかあったよねちょっとね、うん、ドンドンキーだねドンドンドンキあ、足りないか1個そう、日本ではかなぐらい、ね、このまずね、はい、猫が寝てる犬ビューンって開いて犬が出てくるとか犬がめちゃくちゃ綺麗な女性スタイルもよくてでそこの相手にいらっしゃる方が街中を歩いててもなんか後ろ姿でめっちゃ何これと思ってちょっと早歩きで前までフッてこう走り見たタイ人は何でも甘いコーヒーもお茶も甘いムッチーも甘くしてください、ね、なるほどねコーヒーも甘いし紅茶も甘いしそれもしかも甘すぎるくらい甘いからそうですキャワイコ聞こえるけどキャワイコ聞こえるけどキャワイコ聞こえるけどやってる行動としてはおーマヤンはおーマヤンはバイコンナハお母さんな、お母さんねえ、もうね、はい、はぁ、そんな言葉言わないでよなりますお前がやったんだろーとかみたいな感じ、うんうん、はい、その小人と使う言葉はもう今日はタイ、いや、鳥食べるじゃん、エビ食べるなんと、天丼食べる違う、違う3時までやってますのでかな、うん、でモーサーまでモーサーモーサーもしよう日本でいうと中学3年生までなんで一緒ですね、はい、義務教育までは一応授業料とか学費ということですね学費でしょということで石鹸を配ってはいとか言ってたらもう石鹸払うとあんあるのお尻叩かれるのなるほどねタイドタタタタタタタイドタタタタタタタイドタタ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 はぁちょっと待って何何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 何僕は見なくてあの顔私のことは来てるんラッハッピー首が降りてるちょっとそれ撮ってくれるって、ね、これ見てらっしゃる日本の方だったら多分ねそういう経験モテモテるやだそれどうやだ大丈夫死ぬ向こう行くと思うけどこっから向こうに行くの、うん、そうじゃあ向こう行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 こうカマン。これもううふじゃん。何それ。うふみたいな。それがいいか悪いかってのはわからないって言ってる。え？オーマイゴッド。びっくりするだってオーマイゴッド。そうですよ大丈夫で一応ね
出てるのは、まあ、来た、はい、何ですかこんな形。残念で恥ずかしいですね。そうですか、はい、恥ずかしいですね。シンゴ、シンゴ、シンゴ、シンゴかな。あー、なるほどと。単語ばっかでしたよ。何裏おでこない。もうちょっともうちょっと分かる分かる分かる、違う風に聞こえてない。ちょっとすすちょっとすすちょっとすす食べる感じの人が多いから、うんうんうん、250平米とか、わお、こんな感じで。知らない人が聞くと誰ですかって一応この匂いだけでも辛いとは判断。つうかすごいもんだってほら。タイ人の金持ってる人たちがよしと、で元サエに化けてジャケット着てそのワクチンの接種会場に行けば自分たちも打ってもらえるじゃないかということで。できないです。それは。それ言っちゃったの。どんどん無言してる。タイ好きな方に知っといていただきたいのはじゃじゃん、あちらです。もう一回、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 もう一回。今日は私が過去に留置場に入った経験を話します。何分待てばいいんだろうって。うん、え、どこにいればいいの。うん。出てこないの、やっぱり。係人がいて、はい、こちらどうぞついていってください。ごめんね、私もはい、帰れない。電話ダメです、ダメです。釣り上げたりとかっていうことをしてるってこと。持って持っての大臣の女性が話しかけたりとか、はい、なんかちゃん、ね、ちょっとがっかりしたってぐらい。20% 合ってるじゃん。これは言いたい、言っちゃう。飲んでる、噛むない先生に飲んでる。噛んでるけど、噛んでるけど、声ってよか、パオかい。これはびっくりするわ。なるほど。ロハセン。ロハセンとか。やったーみたいな。サバイサバー。やばい。フルでもいい、来なくてもいい。ならないですね。タイ人は？わあ。え？そんなこと聞いたことないです。頭とか入って、体冷えて。で、遊んでみたら、本当にお腹痛くなる。バーンしたな、車の中になんか袋が置いて、はい、はい、はい、これ瓶割ってて、寂しい。なるほど、ね、壊れたゴミでもいいし。えって、くる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 って言って、そう早いよね。そうですね、もう頼もう、頼もう、料理頼もう。来たよ。いやちょっとすごい、なんかすっぱかい。かっこいいポーズしたら。これ、これ女性でもやるわけ。やる、かっこいいですか。そんなことない。もう全部止まんないですよ。もう今日は最高です。くるーでね。なんで、え、これ押せばわかるかな。そうそう、出てきてるね。何がしたの。俺ね、一切止まんないね、こんな言う。ある意味では5年、雨が降っちゃった、あ、どうする。濡れます。濡れる。やばいやばいやばいよ、やばいよ、ぷんちゃん。赤さんどうしました。こんな時、どうすればいいの。ふおーって感じ。とにかくドブが臭い。ヤサです。タカです。やっぱジャパン、イエーイ。ストーリーか、タカです。ほんと、ちょっと待って、違うよ。
それ。やばい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 、海苔巻きないじゃん。の海苔、あれ美味しいの？団子の海苔の？いや全然タイ関係ないよ。あーシャイ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 、そう。そうでしょ？はい。あ、こんな世界があるんだなみたいな。はいはい。はあ、ほって。なんかこういるんですよ。はいはい。エアロビのドンみたいな人がいて。はいはいはい、ブラッカー、ブラッカー。わかりますか？あのエテンションプリーズ。最近仕事天体ですね。最近仕事。変態ですね。時間と時間。何ですか？何々？こうやって。はい。なんかすごい多くって。いらないよ。なんとなく。なるほど。うん、なんとなく。なるほど。うん、なんかタイタニックみたいなね。もうそうですし。カップルでタイに行って、しきりにスパ行ってこいよって勧めてくる彼氏、大体怪しい。タカです。ヤサです。いや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 。家族とゴルフは行かないですね。遠いと。ヤサさん。うん？これ？あ、やりすぎたみたいな。日本立ちんぼもあるの？あるの。僕も買ったよ、いっぱい。今もいるよ。やっぱジャパン！イエーイ！じゃなくてもっと行くんですね、日本の方は。全部つけてくれるんですよ。こうやってあのこれはそうそう、だからパンちゃんは何かと聞いてもいいかな。